騒然とした住宅街。集まった人たちの視線の先にいたのは、なんと巨大なカメ。大阪・藤井寺市の水路で、体長およそ1メートルのワニガメが見つかりました。人に危害を与える恐れのある特定動物に指定されているこのワニガメ。通った時に、下になんか大きいものが見えたんですよね。覗いたら大きいカメがいたんで、ちょっとびっくりしましたね。捕獲作戦が始まりました。職員らがクワなどを使って引き上げようとしますが、なかなか持ち上げることができず、格闘することおよそ30分。4人の男子がクワを使ってカメを引き上げました。このまま上がるのでしょうか。4人がかりで水路から引き上げることに成功しました。大きかったわ。捕まえて安心やな。安心。警察はワニガメが繁殖している可能性もあるため、見かけたらすぐに通報するよう注意を呼びかけています。